皆さんこんにちは、斉良平です。今日はですね、皆さんちょっと僕もすごく緊張してる感じがわかるかもしれませんけども、実は今日ですね、僕の事務所に僕にだけ会いにですね、用事のついでじゃなくて僕に会いにっていうことで、もうね、知られてる方は知ってらっしゃると思いますけども、浅川ジェイク先生が遊びに来ていただきました。ありがとうございますまあちょっと僕からもあれですけど、浅川先生が一体どんな方なのかっていうことを、まず僕は会社の名前を見た時から、僕一番最初に知ってたのは鴨頭さんの YouTube の動画に先生が出てたのを見てて、はぁって思ったのは、一つよく聞いててほしいことは、僕はその人の歩き方、立ち姿勢とか目とかっていろんなものを見ていきながらその人の運勢を測っていく中で、ずば抜けて声が通るんですよ。もうなんでこんな声が出せるんだろうなっていうところに最初に引っ込まれて、で聞いてたのがきっかけで、どんな経緯で今先生がこういう風になっていったのかっていうことももちろんあるんですが、ちょっと先生の口からどんな感じでっていうことで今されてることを含めた上でやって、で今日はちょっと僕が聞きたいことをちょっと聞かせていただこうかなと思った上で、今日このなんか僕失礼があった時は言ってください。頭叩かれること慣れてるんで全然叩いてくれて構いませんので、はい、その上でちょっと今日は浅川ジェイク先生にちょっといろいろと運についてのお話を少しね聞かせていただこうかなと思いますけども、まずは先生ちょっと簡単な自己紹介よろしく、はい、よろしいですか。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、皆様こんにちは。株式会社新規開拓代表の浅倉千恵子と申します。企業の人材教育育成のお手伝いをさせていただいております。株式会社新規開拓を設立する1年前に女性限定の営業塾トップセルセリデ育成塾を開講したくって起業したのがきっかけで、今は来年20周年を迎えるトップセルセリデ育成塾主催として仕事をさせていただいております。企業講演並びに女性の自立支援、そして何よりも縁ある人たちがみんな良くなるように、私は何ができるんだろうということで今日々奮闘しております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ本当にちょっと今日は結構ですね、来ていただいた後から結構もう2時間じゃ言わないですよね、3時間ぐらい喋ったのかな、いろいろとお話しさせていただいて、いやまあね、本当に先生の話の中でも YouTube 見た時もそうなんですけども、やっぱり女性に自立してもらって、で女性が輝く社会をっていうことで、まあ占いをやっていく上でもですね、やっぱり女性は強いなってことをやっぱり僕ももうまざまざとこの長い統計の中で知ったんですけども、先生今会社やられてどれぐらい経たれるんですかね。18年ですが、有限会社桜千恵子事務所まで入れると19年です。19年、2003年からですね。先生がこの会社を作ってきたことの経緯もちょっと聞かせていただいて、うわーと思って今やってますけども、先生はいろんな女性をこうやって企業の中で人材育成ってことにも携わってやっていく中で、もちろん営業ナンバーワンっていうものもずっと継続してやってきたっていうことの中でもそうなんですけども、やっぱり僕それはもちろん外部から受ける情報だったりとかやり方とか手段とかっていうものを学んでいくこともそうなんですけども、やっぱり転生的にそういうことを学ばなくてもナンバーワンになっていく人っていらっしゃいますか。そうですね、未経験で営業の世界に入ったんですけど、1年目から新規お客様開拓はトップを取れたんです。そうですよね、はい、うん、で入社して2日目に先輩が飛び込み大会するぞと。飛び込み大会って何ですか、うん、もうとにかく神田駅で何人に名刺をもらえたかを競うと。で時間は2時間。名刺をくださいって言うんですか。名刺をくださいではなくて名刺の数で競い合おうじゃないかと、はいはいはい、で実際に何件訪問し、訪問しても名刺をもらえない場合もあるということで、まあ、本当に2日目から入社2日目に飛び込み大会で、そしてもう先輩たちと一緒にやったんですけど、交換するときにですね、喫茶店のカウンターのこのところに1枚ずつ出すんですね。1枚って。その中で2日目で36枚2時間で集めたんですね。ですから未経験でも営業はできるということを、実は後で振り返ったら経験があるから売れるではなく、全く未経験であってもできるんだっていうことが、その事柄を通して勉強になったんです。特に女性は営業向いてます。そうですよね、わかります。めちゃくちゃ向いてます、うん、ところが女性は未経験を苦手と言うんですね。本当はやらせてたらもう男性もびっくりするやすごいにもかかわらず、私は初めてですから無理ですって言ってしまって、チャンスの女神の前神様を掴まなきゃいけないのに、私は無理ですって言って断ってしまう、うん、これはもう蔡先生にこういうことを言うのは変ですが、拒んだら損じゃないですか。はい、わかります。
もう目の前にいろんなチャンスがあるにもかかわらず、できないから入るか、やってみますから入るかによっては全然人生が変わるっていうことを、これまでの体験の中でいろいろと私は身をもって見てきたことを、感じたことを、自分が経験したことによってデータがいくつか入ってますので、今日はいろいろとお話しできればなと思います。いやすごい、はい、実はちょっとだけ先生の生年月日を見て、はい、なんだろう、星をですねちょっと勝手に、先生も名前出たらすぐ生年月日出てきちゃうのでちょっと見てたんです。ただその中で決して営業にめちゃくちゃ向いてますよっていう感じでは決してないんですよ、はい、で、まあ天真爛漫な少女みたいな星を持たれて、行動力がもちろん抜群にあるっていう星だったんですけども、まあ、そういった中で僕やっぱそういう人たち、もちろん、いろんな知識や経験っていうものを生かした上で営業ナンバーになっていく人もそうだし、自分の欲しいものを手に入れていくって人もたくさんいらっしゃる中で、やっぱり運ってすごく重要だと思うんですよ、はい、先生はその運っていうものに関してはいろんな方たちを見てきて、こういう人って運が強いなって先生の中で思う、そんな人っていますか？います。どんな人が運が強いと思います？私は運の強い人って出会い運が全てだと思うんですね。はいはい、そうですね。人生運と出会い運はイコールで、この人すごいなっていう人は必ず人生の節目節目でやっぱりすごいと言われる人と出会ってるんです。これが有名無名関係なく影響力のある人、うん、自分自身の生き方、そしてこれからの進路、物の見方、考え方に正しい道しるべになるような人と出会ってるんですね、うん、この出会い運はじゃあなぜできるのかって言ったら、私のこれは価値観ですけど、これまで見てきた人の中にはやっぱり素直が一番だと。あ、皆さん聞いてますか、純粋素直、はい、単純ですからね、はい、この中で素直、はい、なぜ素直なんですか？純粋素直単純って信じるから入りますよね、はいはい、疑うからではなく、言われたらすぐやる、学んでもいい勉強になったで終わってる人と、まずやってみようって言って第一歩を踏み出す人と、うん、言われたことを素直に実践行動に移す人が私は一番ついてると思うんですね、うん、でそういうついてる人をデータ分析すると、やっぱり師匠から言われた、影響力のある方からアドバイスをもらった、それを分かりましたで分かったふりをしないで、それを実践行動に移すからこそ結果が出ると思うんです、うん、うわ、そういう人やっぱり運が強いと思います。そうですよね、肩書き関係ないと思います。そうですよね、25年で17万人の方とご縁をいただいて17万人、すごいですね。17万人の中で一番自分が営業で肩書きもない、その本当に新入社員の頃に無名であり肩書きもない、その時に対応してくださる人を見て、あ、この人出世するなとか、この人残念ながら今の肩書きだろうなって、これ以上は難しいだろうなっていうのをお顔を見ながら感じることがあったんです。はいはい、ある意味顔の層ですね。はい、どんなところですか？やっぱりそのお顔の層、それを見れるわけじゃないんです。わかります、わかります。ですが例えば人を見下したりとか、あ、はいはいはい、態度を変えたりとか、うん、例えば人前で部下をもう本当にこう、なんでしょうね、この威厳をね、俺はすごいんだっていうような感じで弱い立場の人に対して偉そうにしたり、うん、こういう人って絶対上に上がれないんですよ。わかります、はい、もう絶対って、もう絶対わかります、わかります、はい、ですが今は肩書きがなくても、この人は人に好かれて最終的にはお客様にも上司先輩にも愛されて上っていくだろうなと思う人にはやっぱり共通点がありまして、うん、やっぱりきちっと目を見て話が聞ける、はい、あとは礼儀正しい、適当じゃないって、うん、そのやんちゃとか元気がいいとか知らなくてできないことってあるんですね、はいはい、だけど例えばお茶を出された時にもう全くお茶に手を伸ばさないで飲みもしないで帰るとか、うん、わざわざその人のためにお茶を出してくださったのにその一口もつけないとか、そうじゃなくてちゃんと飲み干せる、出されたものはちゃんと最後まで、ね、後始末ができるとか、うん、飲むことができるとか、そういうちょっとした所作仕草とか、うん、接し方にその人の人柄人間性が出てるんではないかなと思うんですね、うん、ですから今名刺に書いてる肩書きは実はどうでもよくって、うん、人生ってもう終わってみないとわからないですから、はい、そういう意味での感じがいいなとか、この人はすごいなと思う人は学ぶ意欲が目に出るんです。あ、目重要なんですよね。目重要ですよね、はいはい、重要です。本当に目重要ですよね。あと本当に目が綺麗だなと思う人って嘘をつかないとか、はいはい、やっぱりこう目は心の窓って言いますけど、はいはい、目は出るなと。あとはやっぱりおでこのツヤとかですね。あ、重要です、はい、影を作らず、はい、もう本当にもう全部上に上がってるぐらいの
本当そういう人がいいとか、あとは男性でも若い時にモテた人と、はいはい、年を重ねてモテる人の条件って全部違うじゃないですか。わ、はい、かりますわかります、はい、それ知りたいですね先生、それ教えてください、はい、これいや僕もこれわかりますこれ言っていいんですか。もう全然いいです全然いいです。これ私は若い時モテたのに、はい、年を取ってモテなくなる人と、若い時モテなくても年を取ってモテる人いるんですよね。いるんです。これは私は蔡先生のように統計論だとかいろんな統計学学びを深めた中での学問ではなく、17万人を見てきた中での私の統計が、はいはい、いいです。もう全然偏ってください。偏って大丈夫です、はい、これはちょっとブブーっていうこともいっぱいあるかも。あ、大丈夫です大丈夫です。その時 P 入れますんで。あ、 P 入れてもらって、はい、いや本当にですね、これは画面を見ながらお話しさせていただきますが、うん、学生時代のモテる人の条件は5つなんです。お、5箇条なんです、うん、学生時代のモテる男性の条件は5箇条。何だと思いますか。1. 男前 2. 背が高い 3. スポーツ万能、はい、そうですね、4. 勉強できる、はい、5. 面白い。もう男前以外俺4つないですね。なかったですそれすらなかった。分かりますね。そうなんですよね。素敵。そこには一切の経済力は関係ないんです。はい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 、ね、ところが見たくれがいい、ある意味見た目がいいわけですね、うん、背が高い、男前、まあ、勉強できるはすごいですよね、うん、そして面白い、スポーツ万能っていうのはもう足が速いだけで女性から見るとかっこいいってなりますよね、うんうん、スポーツ界とかでもやっぱりスポーツ万能の人っていうのもそれだけでもすごいってなります、うん、で男前って持って生まれたお顔ってそれだけでかっこいいくって、かっこいいからって言って女性がキャーキャーって言うじゃないですか、はい、でも男前、背が高い、やっぱり背が高いと見上げるっていう意味でのかっこよさ、はい、でそして勉強できる、スポーツ万能、面白い、ここには経済力が一切ないんですよ、うん、経済力がないのにモテてるっていうことは大いなる錯覚なんです、ね、はいはいはい、はい、そしてその経済力がなくてチヤホヤされて女性をモテ遊んだりとか、うん、女性にさんざ俺はモテてるからって言って女性をないがしろにした人は人生後半でバチが当たるんです、はい、で転げ落ちの法則のようになってる人をこれまで見ました。僕も見ました、見ました、ね、見ました、いっぱいいるんです。見ました。特に今の時代は正直者がバカを見ない時代なので、はい、今の名言ですよ、ね、本当に悪いことをした人たちって露呈するんですよ、うん、でも隠そうと思えば思うほど、弁解すれば弁解するほど、もういろんな人がかばってくれないんですよ、悪いことしたから。それを女性をいじめたりとか、いやこんな女の子はモテ遊んでいいんだよって、いやもう数多くの中の一人だからとか、ね、俺はこれまで何百人という女性とうんぬんかんぬんって何が自慢なのって、うん、何が自慢なのって、それは女性の念がこもるんだよ、はい、そういう念を背負ってる人はやっぱり足を引っ張られるの、うん、もう女性ほど怖い生き物はないんです、ないんですよ本当にないんですよ。男の人が人を恨むときと女の人が人を恨むときは男の10倍なの女だって最初に教えてもらうみたいなんで、そうなんですよ。特に未練たらしいのは男の人、はい、わかります。これ男は未練、女は執念って言って、はい、化けて出るのは女性じゃないですかそうです、ね、だから女の人の恨み買っちゃいけない。そうです。昔から幽霊出るとき男の人の幽霊いないんですよ。いないんですよ。女の人の幽霊いっぱいいるんですよ。お化けは全部女性なんですよ。念なんですね。で特に女性はお金では死ななかったんです、うん、お金だったら私が何とかするって、でもこの人を救うためには私に任せてって言って、この人を立てるために女の人が努力して、それはいい男だからこそ支えようとするんですね。ところが女の人をもてあそんで踏み台にした男の人は、女の人が恨めしやってなるからこそ念がこもって足引っ張られるから、どんなに上がろうと思っても途中で止まるんですよ、うん、ところが学生時代にあまりモテなかった。はい、その話聞きたいですね、はいはい、これはですね、はい、うちの弟を出してもいいですか。大丈夫です。うちの弟がですね銀行員になったんですよ、うん、そして金融機関に勤めて、やっぱり弟も母が苦労してたっていうことも知っていて、本当は大学行きたかったのにうんぬんかんぬんで、やっぱり自分が行きたかったのは私が大学に行ってたがゆえにお母ちゃんに無理はさせられないって言って就職して、最終的にまあ金融機関に勤めて、で結果を出して常にナンバー3まではトップ3に入ってたんですね、はい、で銀行員でとにかく障害でいろんなところを回ってると、まあ、大阪の泉州なんですけど、生まれ育ったのは貝塚なんですけど、泉州でいろんなところを行くと中小企業の町工場の社長さんとかいろんな経営者を見てきたんですね。その中で弟がいきなりですね、姉ちゃん俺なめっちゃおもろいこと発見してって言うんですよ。何発見したんって聞きたい、聞きたい。その時に
俺な、いろんな経営者見てきて、めっちゃ会社が大きくなってるところと、一時はええけど結果的に潰れる会社を見抜いて、うんうん、何って聞いたら社長やと、うん、かっこええ会社の男前で背が高くて、ある意味もうびっくりするぐらいかっこええ社長の会社は短命やと。ほう。自分にスポットライトが当ててほしいから人が育たへん、うん、ところが伸びてる会社には共通点がある、うん、何？ずんぐりむっくりハゲチャビンこれ多分コンプレックスの塊なんかなって、うんうん、社員に優しいんやと。そして社長頼れないように思うのか、女性社員がもう社長をええ加減にしとけやとかって言われながらも社長を支えるねん、うん、だから社員さんが、ね、社長を支える、そしてある意味社長は社員を大事にする、だからそういう会社は伸びるねん、うん、だから自分にスポットライトが当たってるかっこいい社長よりもずんぐりむくりハゲチャビンやけど頼りなさそうに見えるけど、いざといった時に頼りになる社長に社員さんが支えてくれて、その社長を盛り上げて良くなるんやっていうことを言いたかったと思う。弟が言ったのはそこまで言ってないんですよ、はい、だけどかっこいい社長は短命で終わると。ところが長く伸びてる、長く経営が続いてる、そういう会社の社長は共通点がある。それはもしかしたら学生時代にたくさんのコンプレックスがあって、うん、なかなかやっぱりずんぐりむっくりハゲチャミはないにしても、うんうん、やっぱりある意味背が高くない、背が低いってなったり、ね、スポットライトがなかなか当たらない、うん、女性の黄色い声を受けることが少ない、今に見てる俺もって言って頑張って仕事をして、仕事を通してかっこいい人になっていく、そういう人いっぱい見てきました私、うん、本当に17万人の中でたくさんの社長様をもう本当に支えられましたけど、本当にかっこいいなと思う社長たちに共通点があったのは、決して背が高い人でもなかったですし、男前でもなかったです。でもいい顔してるんですよみんな。うん、わかります、はい、本当にいい顔になられるんですよね、うん、仕事を通して成長し磨かれ、そして責任あるポジションについて逃げられない自分になり、最終的にはいい顔になっていって素晴らしい社長になっていかれる、うん、実体験で見てきた世界。わかります。僕はよく言うのは、人の魅力っていうもの自体ですよね。学生時代に顔はタイプなんだけど、先生から怒られながら走ってる、部活をしてる姿を見て、顔はかっこいいけど先生から怒られながら走ってる人を見てもかっこいいと思えなかった。でも顔はタイプじゃないんだけど、部活をしてる姿を見てかっこいいなって思えた人の違いっていうのは、やってる人とやらされてる人の違いだって。その上で何が人の心を打つかっていうのは、一生懸命やってるかなんですよっていう。一生懸命やってる人には必ず魅力が生まれますって言ってる中で、一生懸命なんですよね、この優秀な会社の社長さんたちっていうのは、はい、一生懸命っていうのは女性の心というよりかは社員の人たちの心を打つんですよね、はい、だからそこにたくさんの人たちがついてきて支えてくれてって形になっていくんだろうなっていうのを、やっぱり長い経験の中で見てきて、ああそういう人が会社の外でもモテていくしっていう。かっこつけないんです、はい、かっこつけないんですがかっこいいんです。かっこ悪い人はかっこつけるんです。だからかっこ悪いんです、はあ、僕今までかっこつけたところにつかないって分かってるからかっこつけても仕方がないってもう割り切ってるんですよ。40年生きてきてかっこつけてかっこついたことないので、だからいつもかっこつけないようにしようと思ってます。はあ、そうか。いやこれすごい、今これをもし10代の子が見てくれてるんだったら、ものすごい希望、いや10代じゃなくても20代30代でもですね、特にこれは女性たちに男の人を見る目間違えちゃいけない。いやわかりますね、間違えちゃいけない。本当にカッコつけてる人はいざと言ったらしょぼいんですよ、うん、ところが日常あいつはしょぼいからって言われてる人が、大事な人を守るためにめちゃくちゃ本領発揮してびっくりするが強くなる、それがカッコいい人なんです、うん、男性も女性もそうかも分かりませんが、でも一見わーカッコいいって、これ見せかけのカッコよさであって魂のカッコよさではないんですね。例えば男性は今度は逆で魂の女子力のある人を見抜けない、見た目の女子力のある人に惚れるんですね、うん、わあ可愛い俺が守ってあげなきゃいけない、でもそうじゃないんですよ。女性を見る目を男性も間違えてしまうと、ここもやっぱり男性が苦労するきっかけなんです。それちょっと知りたいですね女性の見る目、どんな女性が、女子力高いのがいいわけじゃなくて、女子力は見た目の女子力じゃないです。ああなるほど、はい、見た目の女子力はお金で買えるんですよ、はい、ヘアメイク、服装身だしなみ、はい、アクセサリー、靴、カバン、魂の女子力のある人柄人間性のいい女性に、見た目の女子力は男の人が自分の力でプレゼントしてあげればいいです。
ところがパッと見がよくってうわかわいい俺好みってなりますけど、うん、それは見た目の女子力に惚れてるだけであって、はい、飽きちゃうじゃないですか、はいね、だから男性は結婚相手と恋愛相手と遊び相手を分けてますし、うん、そこを女性たちが分からなきゃいけない。ちょっとですよ、結婚相手と遊び恋愛相手と遊び相手を分けてます。分けてるんですね。これ使い切るってことないですねこれいやでもそういう人いるかもしれないです本当に、はい、じゃあいい女性、そのいい女性っていうのはどんな女性なんですか。